ひなばったは、ばったもくばったかに属する小型のばった。競技の場合、ひなばった本種を指すが、講義の場合、近似種をまとめて呼ぶ名称としても用いられる。鳴き稲子などと同様、羽と後ろ足をすり合わせて、じき、じきじきじきとなく。敏感かつ、敏性で、飛距離こそ大したことはないものの頻繁に飛翔するため、捕まえにくい。また、 体が小さいことも捕獲を困難にしている。草の根本などに潜んで天敵をやり過ごしたりもする。主に乾燥した草原、特に野芝の生えているような環境に好んで生息するが、混成するトノサマバッタやクルマバッタなどに比べると草原の真ん中よりも寒木やヤブに近接した位置にまとまって見られる傾向にある。彼らは乾燥に弱く水分を頻繁に摂取する。 十分に水分が取れないと半日程度を、時には数時間で死んでしまう。年2回、6月頃と9月頃に成虫が現れる。春の第一カ過去イ群が産卵した卵は1、ヶ月ほどで孵化し、秋の第二カ過去イ群が産んだ卵はそのまま来年の春まで地中で過ごす。なお、第二カ過去イ群は真冬まで生き続ける。他の多くのバッタと、 同様、ネ科の双方を主食とするが、死んだり弱って動きの鈍くなった仲間を積極的に食べる肉食傾向を持つ。また、過密状態になった時にも同じ現象が起こる。飼育下では、金魚や亀の人工飼料、ドッグフード等をよく食べる様子が観察される。ありがとうございます。